はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、さくやです。今回はですね、このね、立花、むなしげっていうのかな、こちらの攻略をね、やっていきたいなと思います。まあ、使うのはどうしようかな、まあ、武器的にはまあ槍の方が良さそうですね。なので、槍でいきますか。で、何からやるか、あ、やべえ、何やってんだって感じなんですけど、まずは、ヘッドショットからですね。まず、撃ちます。ドン、ダウンしたところを、刺します。からの、目つぶしを投げると。そしたら、もう、横にね、動いてるとね、まあ、大体、当たらないので、そらずりな、避けられちゃったね。チャンスチャンス、よくここまで追い込まれるとは。あ、ちょっとこれやばいな。ここら辺まで来ると多分ね、バンバン攻撃してくると思うんですよ。ちょっとビリビリ食らっちゃったんで、逃げ回りましょう。まあ、上段の構えとかでもね、いけるんだけど、まあそろそろ決着つくんじゃないかなと。出た出た、ビリビリ。ビリビリ食らっちゃったらね、めんどくさいんですけど、勝手に岩に攻撃するので、それをうまく狙いつつね、勝手にスタミナ切れてくれるから、あとは中段の構えだとね、意外と隙つけるので、それもありですね。こんな感じで、じわじわやればね、削れば、まあ倒せるのね、必ず。素晴らしき技の際、一層お強くなられたようですな。太閤秀吉様には本多忠勝殿と並び称され、西国無双と祭り上げられたものの、心は乾くばかり。銀千代がこと死ぬまで悲惨、立花の儀、他ならぬ銀千代に教わったのだ。心を殺し、太后様への儀を貫くのみ。多分最初ね、強くてなかなか倒せない人がね、多いと思うので、ぜひね、この岩を使うのと目つぶしですね、おすすめなので、倒せない方は、ぜひね、これを利用してやってみてください。ということで、今回の動画はここで終わりにいたします。どうもご視聴ありがとうございました。それではまた。